3分でわかればいいな的な第一装甲師団解説始まるよ。みんな大好き第一装甲師団は1935年10月15日に、みんな大嫌い YMR にて第3騎兵師団の一部より第9軍管区にて設立された。1939年にポルスカを起こすために師団はオボーレに移動し、北東に向け進撃した。結果ポルスカは無事死亡。師団は9月1日から9月18日までの間を通して653人の死傷者を出した。続けて1940年3月初めに師団はアイフェルに移動。5月10日にルクセンブルク国境を越えベルギーへ侵攻。5月16日夕方までに師団はフランス軍陣地を突破しアミアンを占領。5月24日に師団はグラリーヌの南まで進撃しそこで数日間停止。6月に入ると師団は南進し途中で北東に進みつつ6月18日にベルフォート要塞を占領。その後何やかにあってフランスも無事死亡。師団は西方戦役を通し1795人の死傷者を出した。1940年9月5日に師団はドイツゆかりの地東プロイセンに移動。10月20日に同師団所属の第2戦車連隊は第16装甲師団に引き抜かれ、これを補うために第113歩兵連隊が組み込まれた。戦車連隊を引き抜かれて歩兵連隊ぶち込まれてもな。師団は腐った納屋をぶち壊すために東プロイセンのティルシットに移動。北方軍集団レイカの第4装甲軍に所属し、共産主義者に取られたポルスカとリトアニアをぶっ転がしながら北進し、8月20日にワルガーレニングラード道路を占領した。ここまでの師団の損失は大きく戦車の7割を喪失。ここで師団は第4装甲軍の指揮から離れた。9月9日にレニングラード郊外への攻撃が始まり、9月14日に師団は撤退。19日には北方軍集団を離れ中央軍集団の第3装甲軍の指揮下に入り、モスクワを目指すことになる。結果的にモスクワに通じる道路のいくつかを占領できたものの、モスクワを脱出することに失敗。その後地獄の陶器戦を耐え抜き、1942年を迎えることとなる。1942年は大半の期間を中央軍集団の下で過ごし、ソ連軍の苛烈な反撃に耐えることとなる。同年のクリスマスに師団は装備をすべて残し再編成のために西へ移動した。1942年12月25日までに師団は1万6056人もの死傷者を出した。43年4月に師団はギリシャへ移動し、訓練と装備の補充を受けた。10月に再び東部戦線へ戻り、11月中旬にウクライナのジトミール・キエフ鉄道線を攻撃しジトミールを奪取。第1 SS 装甲師団と協力しながら43年の終わりまでここを維持することに成功した。44年1月にチェルカシー包囲網を回避するために攻撃。回避に成功し包囲下のドイツ軍の一部を救出することに成功した。その後3月にカームヤネツポジーリシクイにて防衛線に従事。10月にデブレツェンの南にてソ連軍の突破を阻止。その後11月にケチケメイト、ジャズバーニー、ジェンジェジュの西へと撤退。12月にはパラドンコの南東に投入され、春の目覚め作戦失敗後には第6 SS 装甲軍の撤退を援護。45年4月までに師団はオーストリアへと脱出するためにシュプールアイセンブルク南西のジェノボン地で防衛線に従事。戦争終盤、師団はオーストリアのハルトベルクで戦い。そこからレオーベンを経てリンツの南へ進軍し、アメリカ軍に投降するために西へと向かった。最終的に師団はドイツ国内のバイエルンにてアメリカ軍に降伏。これにより多くの将兵が戦後比較的短期間で解放された。終わり、平定。